一つ一つの所作が思った以上にすごい繊細で丁寧で、フラガールさんにはフラガールさんのプライドがあって立ってらっしゃるので、私たちもこのフィロソフィーのダンスとして6年間頑張ってきたっていうその気持ちを込めてステージに上がりたいなと思っていて、素晴らしいステージになったらいいなと思ってます。違う私たちが同じ夢追いかけてるなんて不思議だね。得意と苦手をパズルみたいにはめて、大事にされてる場所で皆さんが憧れている場所に私たちがこういきなりこうお邪魔させていただくので、すごい緊張感はありますし、だからこそ大切に大切にいいものをお届けしたいなっていう気持ちももちろんあるので、一つ一つの動きを丁寧にしながらきちんと、なんかでも心もちゃんと伝えたいですね。ゴー
わかる、疲れるよね。みんなほらみんな緊張した。素敵な思い出ができてよかったです。あと多分緊張してたから緊張の糸が確かに今やっとリラックスして喋れてる気がする。それではこれはありがとうございました。ありがとうございました。